サンジって、普段結構、スパ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 吸うとるじゃないですか。あんな加えながら喋れるのかみたいな。いきますね。はい。おい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 どうも、クッキーです。ようこそ、全国のレディースの皆様と、野郎ども、トウエです。どう今日はですね、はい、どうしたんですか顔を。ある検証をしたいと思うんですよ。はいはい、なんか今日、なんか張り切ったなんか企画書が起こられてたけど、いまいち今、理解できないんですよ。とりあえずタイトルコールしますね。はい、もし、サンジが YouTuber になったらはい。まあ、というわけでですね。はい。サンジって、普段結構、スパ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 吸うとるじゃないですか。タバコね。そう。うん、で、まあ、僕は一応吸わないんですけど、小池さんも吸わないじゃないですか。吸わないよ。吸わないから、あんな加えながら喋れるのかみたいな。確かに、それは毎回思ってた。そう。うん。まあ、その検証をね、多分、サンジが YouTuber になったら真っ先にやると思うんですよ。まあ、というわけで今日は僕が恐縮ながらサンジになりきりまして。それでなんかぐるま湯なんだ。あ、そう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 。まあ、髪の色もちょっとサンジに近いしね。あ、気持ちね、気持ち。うん、近いから、サンジになりきって、過去のサンジの名言を言っていくんですよ。コイッキーさんもそれを当てる係。なるほど。だから過去の名言言っていくんで、見事当ててくださいねっていう。ああ、じゃあ見てるみんなも考えてくれていいんだね、なんかね。そう。今回は、まあ、タバコの代わりにね、うまい棒をまず加えてみようかなと。うまい棒？そう。まあ、ちょっとタバコより明らかに太いんですけど、うん、ワンピースの世界でスモーカーとかもおるじゃないですか。うん、でもあいつらも葉巻加えながら喋ってるじゃないですか。こんなやつでね。そうそうそう。まあ、だから葉巻サイズということで。で、続いて、飴。段階を経て、簡単になってくる。そうそう。海外版のサンジは飴加えてるらしいんで。そうそう。タバコとかね、多分向こう禁止やから。そうそうそう。子供に対してね、見させたくないということで、配慮されて飴玉になってるから。というわけで、飴。なるほど。加えて喋れるのかみたいな。で、一番簡単なのは、もう、じゃがりこ。細いからタバコとね、唯一同じぐらいのサイズじゃないの？もうこれ実質タバコ言うても看護法じゃないよ。噛んでしまった？じゃあまずちょっと例題からやっていきますね。はい。はい、じゃあまずチーズ味ですね。はい。チーズ味はどうでもええね。今日ね。自分で突っ込んでんね。今日誕生日に収録してるんだけど、あこれおかしいんちゃうかなって。はい。誕生日一発目に食うのがだって、うまいことでしょ。YouTuber って嫌やな、ほんまに。はい、行きまーす。ほっほほ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 。でもなんか、喋るたびに粉ふわーって舞ってくるの嫌なんやけど。ほいほほほほほ。全然怒れへん。全然聞き取れないんや、なんか。それ食ってるし。ここで答えは言ってくれないんだ。言ってくれない。次の飴玉もやるんだね。同じセリフでってこと？うん。ここでは当てたいな。いや、今ので分かってほしいけどな。嘘でしょ？じゃあ次行きますね。帰る下級階のところも。ああ、帰り下級階の正解。ああ、これは聞こえたわ。そう、ポールケーキアイランドのサンジでルフに決闘の時のシーンです。そうだね。まあ、こういう感じで進んでいきます。なるほど、なるほど。はい。全部で5問あるんで、5問マニアであるコエッキーさんなら、じゃがりこがなくなるまでに、全部答えれるやろと。だからもしじゃがりこで答えられへんかったら、サンジが YouTuber になったらっていう検証企画なんだよね。はい。なんでそんなバリバリの関西弁で喋ってんねん、サンジが。いやいや、サンジになりきってないから、今は。企画説明書は東野やから。もうそこのツッコミはいいの。だからまあ、小池さんはね、じゃがりこまでで攻めて正解できるように、精進してください。なるほど。はい。というわけでやっていこうと思います。すいません、いくさん。お茶だけこの辺もやっといてもらっていいですか？すげえ水分を取られる、うまい棒で。あ、すいません。ありがとうございます。お茶が来ました。はい、じゃあ、第1問。じゃあ、第1問いきます。はい。あれ、なんで目が飛んだ？さっきまでミスター・プリンスみたいになってるの。これは、これは、あ？恋の試練。これは、恋の試練。うん、当たった？正解。あ、やった、やった。やりまくね。イェーイ。やっぱその辺はね、聞き慣れてるセリフやから。そうっすよね。うん。やっぱ名言を選んでくれてるんだね、多分ね。そうそう。今回はね、コエッキーさんが分かりやすいようにね、一応2年前は多めで選んでるんで。あ、助かる、助かる。はい。はい。みんな分かった。今なかなか難易度高かったよ。今難易度高かったと思う。次行きます。はい。はほう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 。おほう、おいや。いや、なんかこの前の箱くんとやった青森弁みたいな感じで聞こえへんわ、なんか今。うほう、ほう、うん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 。なんなんそれ。なんかすげえでっかいモンスターのおたけみたいな声。はい、次行きまーす。墓はコックだよ。おろすぞ、お前は。あ、たかがコックだと？おろすぞ、お前。おお。
お、調子いいですね。うん、やっぱ特定なフレーズが聞こえると前後わかるんで。なるほど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 、この辺が大事かな。じゃあ続きまして、はい、第3問いきます。うんうん、ちょっとうまいことなくなってきたわ。いやいや、ちゃんぽんにしなさいちょっと見せてこれ、ちょっとうまいことなくなってきた。このサイズないやろ。普通に壊れてた。うまい棒。次何味ですか。うんうん、それは当てるクイズかいな。なんやねんそれ。飲み込みなさい、しっかり。サラミ味。サラミ。はい。これマジね、口の水分めっちゃ取られるわ、うまい棒という食品は。いきますよ。はい。ほよほよほほ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 。あ、ほよな。は？どっからどこまでなん今の。全然。あ、あ、あ、え？ほよほよほほほ。あ、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 あ。ほよほよほほほほほほほ。こちらは、広報、藤枝です。はぁ、で、僕の地元、誰か老人が迷子になったりすると、この広報藤枝が流れるんです。おぉはぁ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 。ちょっと、次のレベルのやつ言ってください。はい。はい。おぉふわふわふわぷんぷんよかった。はぁ、ほぉふわふわぷんぷんよかった。ファンファンよ、ファンファンファン。なんで、よかったみたいな感じやな。誰がファンファーレや。もしかして、じゃがりこいっちゃいます。ちょっとじゃがりこいってみようか。ついに。うん。みんなも多分分かってないと思う、絶対。分かるでしょ。何気にそのじゃがりこ、俺がお土産買ってきたやつやな。そうそう、とんどん味。北海道の。いきますよ。はい。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。危ない、じゃがりこ落としかけたわ今。長いのって難しいわ。なかなかね、なかなかないのでしょ。普通に滑舌悪いから聞き取られんねんけど。なかなかでしょ、今のは。え、次何問目？ 4 問目。次4問目。いよいよ。ちょっと苦戦してましたね、今。いや、ちょっとわからんかった、今の。今のは難易度3ぐらいっすよ。はぁ ?3 問目。じゃあもう4、5はもっと難しいかと。うん。ええー、まあまあ、でも次多分好きなシーンなんでいけると思いますわ。はい。いきますね。はい。わーわーはい。おいおい、おぉ、ほぉ、ほぉ、ほぉ、うわぁ、うわぁ、ほぉ、ほぉ、おい、覚えられへんかな、おい。なんで覚えられへんか。覚えられへん。はぁはぁ。関西弁聞き取れんねんけどな。え、ほぉ、ほぉ、ほぉ、おい、ほぉ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 、阪神競馬場に鼻の抜けたおっさんでこんなこと喋ってとんねんの、あの人。おるおる。飴言っていただいていいですか。飴、飴っすか、飴。はい。ほら、ポーイマスク、おい、ボーボーファイターの子は、おい、みんな、こんばんは、考え北朝鮮のニュース読んでる女性の人。そんなのやらない、あんな、あんなやらない、ダメか。アルドリナ、おい、アルドリナの子。交わかれへん、何それ。ほら、ポーイマスク、おい、どうも、はい、ここか。おい、みんな、ひまひまは、こんばんは。あ、わかった。あ、わかった、わかった。わかりました。わかったけど、はい、正確にそこ言われへんわ。ん？ウソップとルフィの決闘の後に、チョッパーに言った時の場面で、な、決闘に負けたのに、みたいなところじゃない？じゃあ僕が、ちょっと最後、じゃがりこでね、うん、そういう感じで答え言いますわ。はいはい。決闘に負けて、その上、同情された男か。どれだけ惨めな気持ちになるか考えろ。パリパリじゃないんだよ。パリパリ。まあでもこれは三角ぐらいいただける。まあ一応シーンは分かったから。まあまあまあ。いいでしょ。確かにこれは名シーンなんだけど、はい、名台詞ではない気がするから、はい、女の嘘は許すのが男だ。みたいなね。そういう簡単なのに行くと思ったら、ほんで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 、リングみたいなこと言う。ほんでリングは言うてないわ。そう、そんなこと言うからさ。最後はね、こうやってさ、分かってもじゃがりこまで答えないでくださいね。じゃあ今回は、一応僕の中で耳打ちして正解言うけど、みんなに委ねようか。いや、いい、別に。今回はその制度にしなくて大丈夫です。コメント文こういうもんでしょ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。ちゃんと動画内で答え言うんで。はい、いきますよ。はい。ほんぱ。ほんぱ、ほんぱ、ほんぱ。ほんぱ、ほんぱ。ほんぱ、ほんぱ、ほんぱ。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 口ぐるめっちゃ手勝ってるやんけよ。雨、雨。まあ、分かっても言わないでくださいね。これ分かったって大丈夫でくださいね。ほんぱ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 。女の、おらを、うまが、おほほが。どうされました？爆笑されてますけど。
あ、じゃあ、わかりました。わかりました、はい、じゃあ、じゃがりこ言いますね。なんでこれ最後までいいな。ロッパ、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。まさかの問題出す前に小池さんが言ってまうっていうね。最悪やわ、ほんまに。なんでそれ最後なんよ。もう怒ってるわ、30分足燃えてるでしょ。最悪やな、ほんまに。めっちゃ面白かった。女の涙も落ちるわ、最悪ですね。皆さん何問分かりました？意外と難しかったよね。うまい棒の時分かった人いるのかな、全部。いやーね、うまい棒生まれながら何言ってるか分からんからな。そうだね。でもなんか麦わらの一味が YouTuber になったのっていう企画、うん、めっちゃ面白そう。まあ、すぐ炎上すると思うけどね。ね。炎上の一味よ。というわけで本日の動画よかったらぜひ高評価してください。はい、高評価300以上で、今度は3時じゃなくて麦わらの一も他の誰かのね、うん、YouTuber 化をチャレンジしたいと思いますので、はい、今すぐ高評価をしてください。はい、次はゾロかな。はい、やってほしいキャラもリクエストくださいね。はい、というわけで次なんですけども、はい、前ね中高年まとめってやったじゃないですか。やりましたね。年齢をまとめ50歳から上までって言った、うん、あれはね意外とめちゃくちゃ再生されまして、まあやっぱりねみんなね中高年好きなんですよ、ジジババを、はい、というわけで今回はねジジババの逆、はい、ワコードたちのまとめをやろうと思います。はい、弱演奏まとめやりますので、私のという方は今すぐチャンネル登録しておいてください。おっしゃー、はい、まあ、それでは See you バイ。そういいよな、うまいかね。これもだってあの小焼きしていただいたやつやからね、飴もね。そうそうそう、はい、嬉しいよねこのね。うん、とんかつソースですか。とんかつソースですか。おお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 お